サンドロケス TV 工事隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。先日ですね、コンバットギターズ本社の3階にありますイベントスペースにおきまして、映像さんとひろやさんの、プレミアムライブというのがね、これはずっと行われているんですが、そのライブのですね、直前といいますか本番前に少しお邪魔させていただきまして、まあちょっと動画を撮ってきましたので、そちらの様子を今日はお届けしようと思っております。まあ、以前からですね、まあ、こちらの映像さんとひろやさんのライブっていうのは、まあ、コンバットの3階でやってるっていうのは私知っていたんですけれども、まあ、こちらの動画、はい、アンセムさんの動画をですね、ひろやさんがご覧になっていただいたようで、まあ、それでですね、私の方から、ちょっとひろやさんの方に、まあ、ずずしくもですね、ちょっとコンタクトを取りましたところ、あ、ライブあるから遊びおいでよみたいな感じでですね、優しく言っていただきまして、これまたずうずうしくですね、じゃあ行きますということで、本番前だったんですけども、お邪魔してきたというところなんですが、映像さんも、ひろやさんもですね、まあ本当のご挨拶といいますか、おはようございますくらいの程度の、ご挨拶しかしておりませんので、当然俺のことなんか分かってなかったはずなんですが、まあ、ひろやさんは、まあ、YouTube を見たということで、まあ、この怪しげなね人間がいるっていうのは、まあ、認識されていたと思うんですけれども、まあ、ほぼほぼ初めましてというところでですね、まあ、一番最初にね、ご挨拶させていただいたんですが、まあお二人ともなんてお優しいと言いますかね、気を使っていただいて、おいおいそこ座ってみたいな感じで、とっても優しくしていただいて、まあたくさんたくさんですね、映像さんもひろさんも気を使っていただいてお話ししていただいて、やっと緊張がほぐれた頃には俺汗だくだったっていうね、緊張しすぎてて、はい、やばかったんですけれども、まあそんな中でもですね、一生懸命こう動画をこう撮影させていただいて、まあいろんなちょっとね面白いショットというか、これ出して大丈夫なんですかみたいなのも動画も撮れましたので、まあそういうのも見ていただけたらなと思うんですけれども、はい、やっぱりですね、そのまあこういう世界で生き残っていらっしゃるというか、まあ第一線級でねやられてる方っていうのは、こう周りが見えてるというか、お気遣いがすごいなと。俺本当にもうこの失礼しますみたいな感じだったんで、もう肩がこんなになっちゃってましたんで、緊張をほぐしていただいて本当に助かりました。まあそんなね、実は初心者の私でございますけれども、はい、まあね、この俺の喋ってるのよりもね、どんな様子だったかっていう動画を見た方が皆様楽しいと思いますので、ね、こちらの方をご覧いただければなと思います。それではどうぞ。失礼します。あの木村浩二です。こんにちは。どうぞどうぞ。もう回してんじゃん。はい、すいません。まずいですか。ちゃん、あれいいよ。ちょっとだけインタビュー、まあ、ちょっとお邪魔させていただければな、はい、基本見に来ればって呼んだだけなんだけど、YouTuber だから。あ、なるほど、うん、すいません。見たことありません。 ありがとうございます。どっかのタイミングで。いやライブ中じゃなくて、リハの最初。あ、分かりなんで、まあ、50分ぐらいです。3マスかけてるから。あ、すいません。そうっすね。エイちゃんさん、メディアってバンドのギター、ジュンヤがいたという。あ、そうだよね、そうだよね。はい、で、エイドさん、何回も会ってるけど、俺とも何回も会ってるけど、ほぼ口聞いたことがない。そうなんです。ストームライダーというバンドで何度かちょっと。ストームライダーって何度か。ナオト君の、はい、で一緒にご一緒させていただいたんですが、学園の端っこの方にこう言って、あ、映像さんだなと思いながら。ありがとうございます。そうなんです。見せていただき、 ありがとうございます。まさかそれでこういうことになるとはちょっと思わなかったんですけど。いや、そうはないです。やめます。あ、やめたの。はい、これ透明じゃねえな。透明なくていい。
あ、ありがとうございます。やばい、これちゃんと持って帰れないな、これ。平らに。財布に入れればいいですね。お、ありがとうございます。やった。そんな嬉しくないでしょ、実は。いや、すごい嬉しいです。え、なんで？めちゃくちゃ嬉しいですよ。やりました。あ、全然いいです。薩摩君いるじゃん。はい、見ました、それ。はい、10万超えてるよ。いいっすね。全然俺そんないかないです。配信ライブをずっとやってるんですけど、それがなんともう13回目、なんだかんだ1年もやってるんですが、この1年間なぜここまで続いてきたかというと、まあ、一人にあなたのおかげでもあるんですが、実はいろいろと協力してくれるところがありまして、まあ、この特にこの会場ね、やっぱ会場ってすごく大事で、配信ができればいいってわけじゃなくて、やっぱり僕たちは音楽を伝えたいというところがあるので、やっぱりしっかりね、音響設備がしっかりしているところでやりたいなっていうところで、まあ、そういうクオリティを保ちたいなっていうところで場所にこだわってきてまして、その場所として我々がね、はい、使っているのがコンバットギターズの、3階の、こうイベントスペースなのかな、うん、前まではね、結構打ち上げとかもね、ここでやったりしてたんだけど、コロナ禍でね、いろいろできなくて、俺ギタースクールもこれやってるんです。あ、本当に？なので、ぜひプロの人も、アマチュアの人も、ぜひ借りられるんで、ぜひ使ってください。詳細は、コウジ君にやる。そうですね、特にライブとか、そういう演奏をしっかり聴かせたいっていう人は、ぜひ使ってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、イベントスペースとして気軽にね、やってほしい。普通のライブハウスとやっぱちょっと違うところがあるから、な感じなんで、はい、コンバットギターズよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いかがだったでございましょうかね。なんつったらいいんですかね、俺も本当にあんなに近くで演奏してるの見たことなかったので、まあ、なんていうんですか、もう2人のオーラがすごすぎちゃって、風格っていうんですかね、すごすぎちゃってちょっと圧倒されましたけれども、
もっとね、本当はもっともっと近くで撮りたかったんだけど、ちょっとこれ以上行ったら怒られるかなと思って、まあ、程いいところで撮影はさせていただいたんですけれどもね、はい。まあ、本番当然当たり前なんですけども、お客様もね、入ってきますし、まあ、俺みたいなのがいたらね、邪魔だろうなと思ったんで、まあ、本番前に帰らせていただいたんですけれども、まあ、リハだけしか、まあ、要するに結局見てないんですけども、これ無料でいいんですかみたいなね、ぐらい、有料でいいんじゃないですかねっていうぐらい、素晴らしいものを拝見させていただきました。本当感動しました。あとはね、この動画内にもありましたが、まあ、なかなか見れないと思うんですけどね、ヒロヤさんのこの足元のエフェクターとかね、そういうのもギター好きな方とか本当に興味があったと思いますんで、そういうのも見ていただけたかなと思うんですけれども、今回はまあ本番前だったんでね、まあ、そんなに詳しくは聞いてないし、お忙しそうだったんであれですけど、まあ、あれ見ただけでもかなり参考になるんじゃないかなと思いますし、貴重な映像かなと思いますんでね、もう一回見直してもいいぐらいかなと思いますんで、皆さんもし興味のある方はね、見ていただけたらなと思います。まあ、それとですね、中でもね、コンバットギターズの3階イベントスペースね、レンタルしてますよみたいなお話ありましたけれども、本当にね、あそこは素晴らしい場所で、まあまあでっかい音出しても平気なんですよ。まあ、ライブハウスじゃないんでね、あれなんですけれども、ヒロさんもおっしゃってましたけれども、ギタースクールとかでも使ってるっていうこともおっしゃってましたし、いろんなことができるスペースだと思うんで、まあもしね、ご興味のある方は概要欄の方に URL 貼りますので、お問い合わせいただけたらなと思います。まあ、それとですね、まあ、当然こちらのお二人が、なさっているこのプレミアムライブですか、約1年ほど続いてるみたいですけれども、まあ、今後もね、もうさらに、そのユニットといいますかね、続いていくみたいですので、まあ、そちらの方もですね、ぜひご覧になっていただいて、まあ、一番いいのはね、やっぱ現地に行っちゃうのが一番いいと思うんですよ。何よりも目の前で見れますしね、本当にわーっつって、あ、触っちゃったなんつって間違ったふりして触っちゃっても、もしかしたら怒られるかもしれませんけれども、はい。そんなこともできるぐらい本当に近くで見れますし、まあ、やっぱ生のね、迫力っていうのはありますんで、まあ、そういうのを体験できますし、まあ、もし仮にね、ちょっと会場には行けませんっていう方でも、配信もされてますし、もう定期的に多分月に1回とか2回とかですかね、されてると思いますので、その辺の情報とかも、概要欄に貼ってありますので、リンクから飛んでいただいて、まあ、ぜひ見ていただいてね、動画内でもおっしゃってましたけど、お二人でっていうの、その配信以外ではなかなか見れないよっていうことだったんで、確かにこれは大変貴重なこの動画かなと思いますけれども、もっともっとやっぱね、曲はさすがに私もこの YouTube 内で流すわけにはいきませんので、まあ、どんな曲をやっているとか、興味のある方はぜひご覧になっていただけたらなと思います。まあ、今回はですね、まあ、このように、まあ、ライブ前の慌ただしい時間だったということもありましてですね、インタビュー的なこととかね、そういうのできなかったんですけれども、まあ、今度ね、時間があった時にとか、また私の方からね、お二人にアプローチをして、今度はインタビューとかね、そういう音楽についてとかもちょっと番組っぽく、あ、サウンドロケット TV 成長したじゃんみたいなね、感じの動画が撮れたら嬉しいんで、そういうのも今後考えられたらなと思いますので、また皆さんも楽しみに、していただけたらなと思います。江戸さんとヒロさん、本当に今回はありがとうございましたね。また何かこの怪しい男が、お伺いすると思いますので、その時はぜひまた優しくしてください。工事を安心させてくださいね。はい、何を言ってんだかよくありませんけども、はい、本当にありがとうございました。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。